それでは法政大学吉村俊也選手にお越しいただきました。お疲れ様でした。ありがとうございます。5対2という試合結果ですけれども、大味な試合になりましたね。先制点取れて、いいリズムでだいぶ攻められたと思います。でも失点してしまったところはやっぱり自分のチームの修正点だと思っています。1クォーターで2点取れたというところで、だいぶ試合展開としては楽になったのではないでしょうか。自分らのチームの、そのチームワーク、攻める方針というのがしっかりはまったプレーだと思っています。これで4勝2分け4敗となりました。勝ち点14で、ただいま5位につけていますけれども、次9月の10日11日第7節まで2ヶ月半あります。どういったところを修正しようとかお考えですか。まず今回失点しまったところのディフェンスの問題点、守り方っていうのを修正して、さらに強い攻めっていうのを実現できるように頑張りたいと思っています。次は駿河台大学戦ですね。前回駿河台大学には負けてしまっているので、しっかり勝ち取っていきたいと思います。最後にファンに向けて一言メッセージをお願いします。はい、自分らの試合、ホッケーを見て、楽しんでもらえたらいいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。吉村俊也選手でした。